皆さん、こんにちは、こんばんは、桐崎英治の妹です。ということで今日は、毎日メイクのご紹介でーす。イェーイ。ということで今日は毎日メイクを紹介していきたいと思います。これはもうメイク完成した状態なのですが、今からこのメイクの説明をしていきたいと思うので、ぜひ最後まで私の動画を見てやってください。お願いいたします。見てくれた人には私の投げキッスを最後プレゼントしたいと思います。ぜひ見てってください。ということで、今からスタートしまーす。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということでメイクをやっていきたいと思います。ちょっと初めてのメイク動画やから緊張しますね。 TikTok とかではよく撮ったことあったんですけど、こうやって喋りながら撮るのは初めてやから、お手柔らかに見ていただけたら嬉しいです。今マジのすっぴんなんで、あ、カラコンだけは先に入れてて、カラコンはレンシスのサンドグレーを使ってます。これめっちゃ可愛いのでおすすめです。はい、ということでメイクやっていくぜ。そう、皆さん聞いてください。私2日ぐらい前に自分用のカメラを買ったんですよ。だから初めてね、このカメラで撮るの。だからちょっと不慣れなところがたくさんあってゴタゴタするかもしれないので、はい、それが注意点です。まずは下地を塗っていきたいと思います。 RMK メイクアップベースリミテッドエディション、はい、これを使っていきます。この下地は誕生日プレゼントに友達にもらって、そっからずっと使ってます。こうやって動画撮りながらメイクするって本当に難しいかも。こんな感じ感じで顔全体にペンペンペンと下地を置いていきます。ちょっと美容系 YouTuber っぽいですね。手で伸ばしていきます。絶対さ、このメイク動画需要ないよな。めっちゃみんなに申し訳ないけど、経験としてメイク動画も撮っておきたいなと思うので、お手柔らかにマジで見てください。お手柔らかに見てくださいって日本語おかしくね。下地を塗り終わりました。次にファンデーションを塗っていきます。こちらです。うん、ちょっとスポンジ濡らしてくるね。スポンジ濡らしてきます。行ってくるよ。洗い物が溜まって洗い物が溜まっててやばい。やっぱ料理作るのは楽しいけどさ、洗い物ってめんどくさいですよね。ファンデーション塗ります。手にファンデーション出して、まあこんぐらいでいいかな。本当にちょっとでいい。これはてんてんってのせていきます。これすごい伸びがいいからさ、本当に少量でめっちゃカバーしてくれる。私の肌の悩みなんだけどさ、いつも化粧水とかしてたら顔の赤みたいな消しカスみたいなのが出てくるんだけど、これ何？マジで消しカスみたいなのが顔面について、本当にメイクするとき邪魔でマジだると思って。これ何？顔が汚れすぎってこと。私の口角のところにものせていきます。こんな風に塗れたらちょっと手で伸ばしていきます。てか今まで YouTube をさ、お兄ちゃんのカメラで撮ってたのね。広角レンズだったから顔がめっちゃのっぺりして見えるの。前の質問コーナーの動画と比較したらマジで顔全然違うと思うんだけど。こんな感じで手でファンデーションを伸ばしたら、スポンジでポンポン叩いていきます。マジでこのファンデーションはめちゃくちゃ密着してくれて、最初使った時感動しました。今までのファンデーションはめちゃくちゃ浮いてきちゃって嫌いだったんですけど、このファンデーションはやっぱり高いだけあってかわかんないけどさ、浮いてこないし密着してくれるし、マジで最強だと思う。こんな感じで叩いていきます。めっちゃ綺麗になる本当に。ほら、さっきと比較したらめっちゃ綺麗になってない。次にこのイニスフリーのパウダーを目の周りに叩きます。だからほっぺとか顔の下の方には全然塗ってないですね。次アイシャドウに移ります。クリオプロアイパレット13番を使ってます。私は本当にこのアイパレットしかほぼ使ってないですね。でも最近こちらのパレットも結構使ってて、今日はまずこちらのパレットをベースに塗っていきたいと思います。ここの一番明るいカラーを取ってアイホール全体に塗っていきます。てかさ、メイクしてる時の顔ってめっちゃブサイクだと思うんやけど、どんな YouTuber さんもやっぱり可愛い方が多いからさ、どんな顔しても本当に可愛いやん。こんな感じにアイホール全体に塗っていきます。涙袋の方にも同じ色を入れていきます。マジで涙袋って本当に大事でさ、デカ目効果が本当にえげつないから、マジでみんな描いた方がいいと思う。まあ、みんな描いてると思うけどね。最初やった時は驚いたね、こんなに目が変わるんだって思った。はい、こんな感じで涙袋に塗りました。さっき紹介したクリオのアイパレットのここの色をアイホール全体に重ねていきます。マジで、あいやー、やばいやばい、いいね、マジでざけんなよ。どうしたよく。ズボンにいっぱいキラキラついた。やばい、汚ねえな、ふざけんなよマジで。おい、マジ見えにくいな、お持ちの鏡。ああ。
今粉が舞い散った。なんかさ、カメラのバッテリー切れそうで怖いんですけど大丈夫ですか？もう全ての不安がある。まずこれ撮れてんの？ちゃんと撮れてんのか、マジで怖いんですけど。ハプニング続出かよ。本当にカメラで見る自分の顔がブサイクすぎてもう見たくないんだよ。なんかさ、メイクと別のこと喋ってんやんね私。よしよし、いい感じだよ私。一人で騒いでね、さっきから。めっちゃおもろい。何が？で、さっきと同じ色、この色を涙袋に重ねていきまーす。これ最近ほんと毎日やってるメイクだからな。マジの毎日メイクだわ。なんか他の色ついちゃったー。なんか一言一言多いんだ、自分。メイク動画のくせによ。前回のメイクした時のアイシャドウが筆に残ってて、マジでうざい。これあるあるだよね。私あるある。みんなあるあるじゃない。次にさっきのクリオのアイパレットのここの色を目頭と目尻の方にのせていきます。これはマジでデカ目効果があるのでぜひやってみてください。目頭と目尻の方にのせていく。はい、目頭と、はい、目尻の方にのせていくって覚えてください。何してんだろう私は。面白いな自分。てか私って本当にさ、人前であんま喋らないの。こうやって一人でいると結構喋っちゃう。意外と静かな子だねって言われるマジで。あにゃ、あ待って、のせすぎたなり。ちょっと やべって。あーまいっか。今塗ってた色を三角ゾーンの方に入れていきます。合ってんのかな、わかんないんだよなマジで。うわー、ねえアイシャドウに他のアイシャドウついた。はい、すいません。取り乱し、ご注意ご注意ってことです。あぁ、ハプニング多くね、このメイク動画。はい、次にクリオのアイパレットのここのラメを黒目の上に乗せていくように乗せていきます。うん、日本語おかしいな。黒目の上だけ乗せることで、うるうる、うるうる見えますからね。見える？キラキラでしょ？かわいいよね。はい、続いてこちら、ウォンジョンヨメタルシャワーペンシル2番、サンドムーン。こちらを使って涙袋を描いていきます。本当にこれ使うだけで涙袋爆誕するので、皆さんぜひ買ってください。これ結構のせすぎるとめちゃくちゃ塗ったって感じがしちゃうので、私は手でぼかしながら塗ってます。そいで次に涙袋の影を描いていきます。さっきのクリオのパレットのこことここの色を混ぜて影を描いていきます。次にこちらのセザンヌ描く二重アイライナーグレージュでさっき描いた影をなぞっていきます。私的になんですけど、この描く二重アイライナーはブラウンとグレージュがあるのかな。ブラウンも持ってるんだけど、グレージュの方が私の肌に馴染んでくれて自然になるので好きです。こんな感じ。涙袋できてますか？次にこちらのウォンジョンヨダイヤモンドライナー2番アイスシュガーを涙袋にのせていきます。このキラキラがマジで可愛い。でもこれも塗りすぎ注意です。なんか塗りすぎたらさ、ちょっと汚く見えちゃう。本当にちょんちょんってつける感じが一番可愛いです。キラキラしてない？まぶたのここら辺にもちょんちょんってのせていきます。こうやってちょんちょんってのせたら手でぼかします。はい、って感じで塗れました。めっちゃキラキラで可愛くない？ここら辺ちょっとツヤってするじゃん。はい、可愛すぎる。やばいですね、これ。マスカラしていきます。マスカラはキャンメイクのクイックラッシュカーラのブラックを使っていきます。これはマジで最強ですね。本当にこれ塗ったら、まつげ一日中下がらないので、ガチでおすすめです。私は今、まつげパーマをしてるので、ビューラーしないで、そのまま塗っていきます。え、めっちゃブサイクじゃん。もっと可愛く塗ればよかった。私はまつげの束をいつも作ってるので、こうやって塗ったら次、これを縦にして、こう塗っていきます。こうやったら束がマジで作りやすいの。やっぱ束作ることで、韓国のアイドルメイクに近づけれると思うから、私は頑張っていつも束作ってます。ピンセットで、こうやってつまんで束にしていきます。はい、こんな感じでマスカラ塗れました。次にこちらのデジャブのマスカラで長さを出していきます。あとこれで下まつげも塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで下まつげを塗っていきます。マスカラ塗るときってさ、絶対まぶたと下の涙袋についちゃうやん。それがマジでうざいよね。いい感じいい感じ。あ、めっちゃいい感じじゃん。はい、続いてアイラインを描いていきます。ラムライナーのダークブラウンを使ってます。マジアイラインは描くの難しいですよね。何回も描いたら上手くなると思うんだけど、私も未だ本当にアイライン描くのが下手くそで、カメラ回ってると緊張してもっと描けなくなっちゃうかもしれない。はい、こんな感じアイライン引けました。タラタタラタラタッタッタ、アイライン引けた、あったらタラタッタッタ。次
次いきます。キャンメイククリーミータッチアイライナー03番、こちらを使ってまつげの間を埋めていきます。マジでこれは本当にやるだけで変わる。あーこれさ、結構本当に目がさ痛いの。頑張るのでも私はデカ目になるためにみんな応援して私のこと。ねねまいちゃん、頑張れ頑張れまいちゃん、いけいけまいちゃん、いくわよまいちゃんつってね。はい、本当にこのキャンメイクのクリーミータッチライナーだっけ、めっちゃ描きやすい。本当にさ、こうやって置くだけで色つくからさ、こういう目の際とかも本当に塗りやすいからおすすめです。次は眉毛描いていきます。ケイトラスティングデザインアイブロウアッシュブラウンを使ってます。私眉毛サロン一応最近行ったので下の方だけ描き足すだけで他何もしてないです。前髪下ろすから眉毛なんて見えんやん。だから本当に適当なの眉毛は。ぼかしていきます。ということで眉毛が終わりました。次はシェーディングしていきます。シェーディングはこれ使ってます。なんて読むのか分かんないんだけど、この真ん中の色を薄い色と混ぜてちょっと叩いて筋に入れていきます。この眉毛のちょっと下からこうやって入れると彫りが深く見えるのでおすすめでーす。鼻先のところにこうやって入れていきます。こうやって入れて内から外にこうやってぼかす感じで、この鼻の下のところもシェーディング入れてます。あと人中もこの先の方だけに入れてます。次ハイライトいきます。ハイライトはミューアイスうるみハイライターゼの2番を使っていきます。手で取っちゃってで、この鼻筋のところと鼻先のところに入れます。目頭の方にもハイライト入れていきます。ここに入れるだけで本当にうるうるした感じになるのでぜひ入れてください。まあみんな入れてると思うけど、口の山のところにも入れていきます。ぷっくりして見えるから本当にここはおすすめ。私はここの下のところにも入れてます。顔の頬骨のところにもハイライト入れます。こんな感じでハイライトを入れ終わりました。もうラストなので皆さんお付き合いくださいね。次はチークいきます。チークはセザンヌナチュラルチーク N19、 ここら辺に入れてます。ここら辺まで塗っちゃうと顔が大きく見えるかも。ここら辺に留めてる。鼻先にも塗っていきます。顎にも塗って自然になるようにします。最後にリップ塗ります。ロム&のジューシーラスティングティント25番を使っていきます。ピント合わない、ピントピント、はい、ピント合ってくれた、ありがとうね。チキ、これを塗っていきますね。唇の中心の方に乗せていきます。中心の方に塗れましたら手でぼかしていきます。最後にこちらのニューアイスのポッテリップオイル桜スパークル、こちらを塗っていきます。全体的に塗るんじゃなくって唇の先の方、本当にうるって見えます。 OK、 メイク終了です。こんな感じでメイクできました。ちょっと前髪整えてきます。はい、ということで前髪と髪の毛を整えてきてメイクが完成いたしました。イエーイ。なんといっても私のポイントはこのキラキラの涙袋、キラキラなまぶた、うるつやみたいな感じ。まあこんな感じですね、私の毎日メイクは。全然参考にならなかったかもしれないんですけども、少しでも役に立てたならば嬉しいですって感じで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。少しでもこのメイクがいいと思った方、少しでもまいちゃんかばちいと思った方、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。インスタグラム、TikTok のURL 概要欄に貼ってあるのでぜひフォローをお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終了したいと思います。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ということで終わります。終わりのピーナッツ。